頑張れ、ガンガン行け。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、頑張れ、オリジナルレスラー、行け。頑張れ。赤コーナー、ガンガン行け。オリジナルレスラー、頑張れ。レフリー和田恭平。がゴンの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。そのまま膝を決めていきます。張ります。膝へのキックです。足を殺してまいります。キックを打ってまいります。顔面に突き刺さります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。あと返します。ノーキック、抱えます。ボディースラムで投げてまいります。腕を決めてけさに持っていきます。小手を打っていきます。エルボーでブロック、掴んだ。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。そのままグラウンドに持っていきます。この辺りのグラウンド殺法なんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。さあ今夜もその鋭いタックルと絡みつく寝技は火を吹くのでありましょうか。グラウンドに関しては絶対的な自信を誇りますこの男。変幻自在のテクニック、この寝技師に死角はない。腕を回します。エンズラリアット強烈。腕を決めてまいります。キック攻撃を見舞います。ロックアップ、返してまいります。掴みます。逆に返します。組みに行きます。ロープに飛ばした。キチンシンク胃袋攻めです。レッグロックに捉えます。ブロックします。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。おたけびを上げます。ドラゴンスリーパーの体勢です。そのまま倒してまいります。行くのか、逆に投げてまいります。スタンディングを取らせます。2位を突き上げます。腕をフックします。ネックロックに移行します。ガードします。バックを取ります。かわず掛けで倒します。ドラゴンスリーパーに移行します。
掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。キック、逆水平、カバーの体勢。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。ああ、スタミナをロスするわけですね。さあ、がっちり決まった。これは苦しいですよ。ガードした。引き起こす、組み合った、ロープに振った。スタジャーが突き刺さった。腕を殺していった。あっと、エビ型まで丸めていく。カウント2、返しました。テイクダウンを奪った。10分経過、10ミリッツパス。2位を落としていく。あっと、キャッチした。させません。ガジェット組み合った。あっと、逆に投げていった。これで決まったか。カウント 2.5。 足を抱えた、足を決めていった。ミミズ腹になる逆水平。いけるか。あっと、逆に返した。打ち込んでいく。抱き起こす。タイガースプライクス。ここが踏ん張るところですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。ラッシュスイープ、かわず落とし、立たせていく。膝頭を入れていく。に入りましたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。起こした。腕を取って切り返した。腕を狙っていった。腕をフックした。ノーザンライト、北斗原爆がため。カウント 2.98。 強烈なローだ。腕を取った。今ムラに入りましたよ。ブロッキー状態か。抱き起こす。あっと、切り返した。2位を落としていく。起こした、抱えた、逆に返した。あっと、返していった。首根っこを掴んだ。観客席が一気にヒートしています。ものすごいボルテージ。レッドゾーン突入か。飛びついてそのまま足を取った。ローキック、強烈強烈、ダイヤモンドカッター。肉体を躍動させ、腕を取った。強烈に叩きつける。引き起こす、蹴りをぶち込む。強烈なドロップキック、どうか。カウント 2.98。 これでも決まります。強烈に締め上げる。ハンマー気味のパンチ。フィニッシュになるか。カウント 2.89。 腕をフックした。正面から投げていった。立たせていく。
あっと